はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日もウィルリンクスラジオのお時間です。本日は視聴者さんよりリクエストをいただきました。この企画、リンクスユーザーから嫌われたデッキランキングトップ5、こちらを発表していきたいと思っております。今回のこの企画なんですが、このランキングなんですが、まず大前提としてですね、嫌われるということはそれだけ強いデッキであるということの裏返しでもあるということを言っておきます。決してこのデッキをバカにしているわけではないですし、そのデッキが好きな人がいることも知っています。なんなら僕も好きなデッキいくつかありました。その中で対人戦のゲームなのでどうしても許せない、理不尽すぎというデッキが生まれてしまうことは必然であるというふうに思っています。誰かが嫌いでも誰かは好きであるということです。使うのは好きだけど使われるのは嫌いっていうこともありますよね。ちなみに私も5000万個くらいあります。これがねデュエルイストのわがままなんですけども、まあ、今回はその不特定多数のユーザーに対して、私が独自に調査を行いまして、それに基づくランキングとなっております。というわけで早速参りましょう。第5位、ブラックマジシャン。さあまさかの主人公デッキがランクイン。理由はめちゃくちゃ簡単です。理不尽だから。これが圧倒的でした。理不尽だからです。遊戯王というのは、まあ、カードを通した対話を楽しむ側面も強いゲームであると私は思うんですが、このデッキの得意なのは先行制圧、先行陣ナビという言葉、皆さんデュエルリンクスやっていれば何度も聞いたことがあるでしょう。先行で陣ナビという、ね、盤面を完成させて、相手のターンでカードを1枚フリーチェーンで除外し、開始のターンで魔法罠を封じてくるという、こういうね対話拒否仕様、コズミックサイクロンを持たざる者に未来はないと言われておりましたね。まさかの主人公のエースデッキなのにランクインしてしまうあたり、このデッキの強さが伺えます。ちなみにブラックマジシャンデッキなんですが、僕は自分で使うのは大好きなんですよ。大好きなんですが使われるのは本当に嫌いです。第4位、絶対運命デスペ。出ました、問題児出ました。このデッキの嫌われた圧倒的理由はただ一つ、カップオブエースが強すぎた。こちらです。何回この話こするんだよっていうくらいね、こすり倒している話なんですが、僕のチャンネルで絶対運命力について取り上げるのはこれで5億回目になるんですけども、スキルの恩恵でカップオブエース、まあ、いわゆる強欲なツボになるわけですよ。これがスキルの恩恵によって、当然 OCG でも強欲なツボは未だに禁止カードでございます。やはりですね、先行初手でいきなりカップオブエース、いわゆる強欲なツボを2回発動して因果切断と一作業の結集をガンフステしてターンエンドしてくるのがキモすぎたということなんでしょう。おそらく、アドバンテージという概念をねぶっ壊してしまったこのデッキの罪はね非常に重いです。ちなみにスキル修正の動画のコメント欄では絶対運命デッキへのバリ雑言がねすごかったんですよ。55箇所ぐらいありましたね。はい、それだけ強かったということですね。第3位、アロマ。無課金の星アロマデッキがここでランクインです。理由は圧倒的こちら、相手するのがめんどくせえ。こちらです。リンクスはライフが4000でありますんでね、ワンキルも決まりやすいことからスピードデュエルと言われているんですけども、しかしこのアロマ相手にするとなんと1デュエル20分から30分かかるなんていうこともザラです。超絶スローデュエルになるわけですね。ひたすらライフを回復してひたすら墓地から蘇ってきますんで、アロマを見たらサレンダーして即座にブロックするという意見もあったほどでした。どんだけ嫌われてる。やはりね、対戦が長引いたりワンキルが決まりづらいようなデッキは嫌われてしまう傾向にありますね。でも30分のアロマとの死闘の末に勝利したりすると最高に気持ちいいんですよ。ちなみにこのアロマデッキ操作量が非常に多いんで、自分でタイムアウトして自殺していくプレイヤーもそこそこいます。第2位、インフェルニティ。出ました、大満足デッキ。このデッキの嫌いな圧倒的理由はただ一つ、ソリティアが長すぎるから。こちらです。こんなんじゃ満足できねえぜと言いながら大満足ソリティアムーブを見せつけられてうんざりした経験、皆さんもお持ちでいらっしゃるんじゃないでしょうか。リンクス民はですね、魔導とか、まあ、インフェルニティみたいなソリティアが長いデッキっていうのを結構嫌う傾向にあると個人的には思っているんですが、インフェルニティはですね、とにかくターンが長すぎますね。あまりにも長い。インフェルニティのソリティアが長すぎて気づいたら令和が終わっていたという、まあ、話もあるぐらい、そんぐらい長いですよ。
死ぬほどシンクロ召喚して盤面を荒らしまくられる、られますんでね。でまたこのデッキの嫌われる要因としては大熱波と局所的ハリケーンっていう存在も非常に大きいと分析しておりまして、まず大熱波で高校の相手の動きを完全に封じます。そして3ターン目に局所的ハリケーンをぶち込んでさらに対話を拒否するということで、自分だけ大満足デッキ爆弾と、これが嫌われる要因だったのではないでしょうか。第1位、お邪魔デビフラ。さあ名誉あるユーザーから嫌われたデッキランキング第1位はお邪魔デビフラさんでございました。おめでとうございます。素晴らしい、通称壁とやってるデッキと言われておりましてね。戦術は至って単純です。まずは先行を取ります、回復します、デビフランケンを出します、お邪魔キングを出します、スキルでライフコストゼロを使います、キャバラリーを出します。パンシロです、これです。さあ完成しました、これがリンクス最強戦術、先行デビフラお邪魔キャバラリーです。大抵のデッキがこれで済みです。はい、いわゆる完全先行制圧というやつですね。だってモンスター出せないんですから、まあ、そもそも。でさらにキャバラリーで対象に取ることも無効にしてくるという始末なんで、あー、まあそれ完全にもう壁とやってもよくないかと、まあ、全デュエリストが言われていました。わざわざ人間相手に使うデッキなのかと、お前の血は何色かと、お前にちゃんと人間の血は通っているのかと、そんな意見が2000万人から寄せられました。やはり先行制圧デッキ、こちら嫌われますね。その究極系と言ってもいいでしょう。デッキのコンセプトが相手に何もさせないというコンセプトでございますんで、もうこのデッキはね、正直ね、擁護の仕様がございません。ちなみにあまりにもクソゲーすぎて、デビューフランケンさんは無事禁止カードにぶち込まれましたとさ。さあいかがでしたでしょうか。発表したデッキが好きな方、大変申し訳ございません。ただ勘違いしないでほしいのは、僕もこのデッキ使うのは好きなんですよ。でも使われるのは嫌いです。デュエリストってわがままですよね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。